今日も朝起きて、支度をして、学校へ行く。アーシはとても違和感を感じている。なんでこんなことをしているのか、よくわからない。学校が嫌いだ。休み時間が特に嫌いだ。自分の意思でしている自分の行動に、窮屈さを感じる。人と会いたくない。今の自分から自由になりたい。どこか遠くに行きたい。でも、実際はこの住み慣れた世界から、たった一歩踏み出すことすらできない。アーシの体は何のためにあるのだろう？学校へ行くため？働くため？買い物に行く。お風呂に入る。運動をする。遊ぶ。食べる。寝る。事業をする。子供を産む。自由にならない自分の体に違和感を感じている。この体も、この世界も、もうなんか苦しいよ。誰か、助けて、助けてよ。ここから救い出してよ。つむぎ、お待たせなのだ。迎えに来たのだ。ずんだもん。僕と一緒に、遠い遠い場所へ行くのだ。何もかも捨てて。